はるかの気ままにアルビトあれ、はるかさんはねえ、いないいない、はるかさんもちょっと中断期間に入ってますそうですね、はるかさんもちょっと確かに確かに、夏休みということで代わりにまたまた大石が務めます。よろしくお願いします。いやー、南部さんもいないっていうね、それもね。そうですね、南部 D もちょっと今、所用のため、はい、ね、まだ長岡あたりにいるということなんで、間に合えば、参加してもらおうかなと思います、ね。来てほしい、南部さん。まあ、後半途中出場、出場へということで、はい。いや、京都戦よ。すごかったですね。まあ、前回もホームでやった時もいい試合でしたけど、はい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 、それにも増してね。いやー、いい試合でしたね。本当もうここに書いてある通り死闘でしたもんね、うん、感動の死闘。ちょっと泣けてくるような感じですね。はい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 、確かに。いや、そうですね、うん、確かに。シオン選手がね、そうだね、足痛めて。そうですね、まあ試合ね、まあもう試合終盤の話ですけど、終盤の時にね、はい、もう僕もあの現地で見てたんで分かったんですけど、はい、まあ、ピッチの外でね、治療してる時にもうドクターの人が結構バツ印があって、にもかかわらずね、またピッチに戻ってったっていうことだよ ね、いや、最後までピッチに立ち続けたっていう、うん、もうあの姿見ただけでもちょっと感動しましたね。いや、まさに価値ある勝ち点1ですよね、うん、本当に、はい、素晴らしかった。はい、34分前半ですかね。はい、またもね、ちょっとね、恩返しダウンを浴びてしまったというか、まさに、まあ、ちょっと本当前半はちょっと本当京都ペースでしたね。そうでしたね、まあ握られる時間も多かったですし、まあ逆によく耐えたなと、ここまでね、うん、その前に15分くらいかな、本当バイス選手がね、はい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 、小島選手が、いやー、よく飛びましたね、本当に。そう、ナイスセーブ、はい、ね、はい、まあ、前半新潟見てるとね、はい、前節のその栃木でやってたような、ちょっとこう、左のサイドの裏、強度はもう前から前からプレスに行く、はい、かなり激しかったですよね。まあ、やっぱハーフウェイライン付近のサイドっていうのは非常に空きやすいんでね、そこを足がかりに突破したいっていう思惑が見えたんですけど、やっぱり強度は戻りも早いし、ね、はい、切り返してくるのも早いし、なかなか思い通りにいかなかったですよね。いや、レベルが高かったですね、やっぱり強度は、うん。で、後半、前半の中盤あたり、はい、点取られる前ぐらいから、まあ、左ダメなんで、ちょっと右、今度右にちょっとね、ボール集めるようなね、うん、で、そこからまたサイドチェンジしたりとか、うん、はい、いろいろ打開しようとね、してたんですけどね、うんうん、なかなか前半もシュート3本ぐらいで終わったのかな。確かそうでしたね、はい、相手は倍以上打ってましたけどね、うん、やっぱもう前半は、まあ、京都のペースだったっていうのはもう間違いなく言えますよね、うん、京都のペースというか、もう京都 あのプレスにはまった新潟って感じだよね、うん、でもそれでも自分たちのスタイルを貫き通そうとした、うん、ところが多分今の多分新潟の一番強みというか、うん、まあ、なんか矛盾しますけどね、うんうん、失点して、その失点しても自分たちのスタイルは変えないっていう、うん、のがむしろ今の新潟の強みというか、そうですね、まあ、去年一昨年とかだと逆にそれでちょっと変えちゃったりとか、うんうんうん、バラバラになっちゃったりするので、うんうん、どんな苦しい状況でも自分たちのスタイルは変えないっていう、うん、いうところが強みです、ね、確かに軸があるっていうか、うん、強いチームですよね、やっぱりそれは。本当に危ないシーンっていうのはちょっとあんまりなかったかなっていう、うん、確かに。なんかそういう意味ではすごい高選手頑張ってたなって思って。そうなのよそうなのよ、そうなんですよね。そうでしたよね。まあ高選手のみならずこの福田選手ですね。福田選手もね、ボランチコンビね、いやー、はい、1チーム内1位というデータがね、このボランチで非常に多く占めていて、うん、へー、なんだかんだ福田選手がね、シュートを一番多く打ってたんですね。シュート本数ですか。結構自分で持ち上がってね、ゴ、はいはい、ール前まで、そんなようなシーンもありましたけどね、うんうんうん、スルーパスも福田選手一番多く出しました。はあ、そうなんだ。パスはこの試合はコウ選手が一番多かったですね。そうなんですね。はあ、プレー数もそれに比例するように一番多かったですし、
いや本当運動量ありますよね。うん、いやえぐい。いや本当にえぐい。本当にねびっくりした。宇高選手とね、うん、競り合ってボールを奪い取るし。うん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 。あれ気持ちよかった。あれはもう痺れた。もう俺があれで泣きそうでした、ね。あれで泣きそうだった。あれも感動。そうあれも感動でした。感動ポイントです。まあ本当宇高ストッパーだったよね宇高選手はね。もうしっかり体当ててね。確かに、まあ、そっか、そうですよね。仕事させなかったのは、うん、だからプレーの幅を狭めるっていうか、うん、自由にさせない。後半かイエローもらったのは、うん、でもイエローもらわずに前半とかもあそこまでボールダッシュできてたっていうのは、うん、やっぱ高選手すごいなって思いますよね。ダッシュ能力、今シーズン初めてもらうイエローだからね、あれね。 そうそうそう。あ、そっか。そう23試合フルで出てて一面ももらってなかったことが、まあ、すごいんだけど、それすごいですね。うん、そっか。ああ、ついに出ちゃったなと思ったら、うん、まあでもあの試合でもらうのはしょうがないの。はいはいはい、まあ確かに確かに。まあ後半ね、はいはい、後半ちょっとロメロ・フランク選手頭から下がってね、はい。そうでしたね、島田選手。はい。来てるの。そうですね、島田選手をまたアンカーにしてね。うんうんうん、これ栃木戦でもやってたんですけどね。はい、やっぱこうなることによって、まあ、全部もうピンチの目はこのもう島田選手に任せて、はい、まあ、この2人前に集中できるんで、うんうんうん、やっぱこの形なんだかんだいいなっていう。めちゃめちゃいいです。なるほど。まあ試合終わった後ね、アルベルト監督はあのウイングを1枚削ってっていう言い方をしてたんですよね、その後半のこの配置の意図としてね。だから多分イメージとしてはこの 4-3-2-1 みたいなね、監督の中では多分感じなんでしょうね。ウイングを一つ削るって言ってましたもんね。うん、でまあもうこの外はもうサイドバックに任せる、はいはいはい、だから4-3-3っていうよりも多分監督の中では多分 4-3-2-1 のイメージに近いのかなっていう気はしてますけどね。でもやっぱこの島田選手ここ一つポンと出ることでね、なんかこの前の選手が自由に動けるっていうかね、うん、なんかすごく高木選手の自由度が上がるっていうか、はいはい、もうなんかサイドでもないしトップ下でもないしみたいな、うんうん、ね、ましてやボランチでもないしみたいな、うん、そうですね、もう絞りきれないですよね、ポジションですね。そうか、相手にとってもすれば、うん、だからあの後半のね高木選手の点が生まれる、うんうん、結構もう前からこの久田選手が2ポールが集まってこのね、うんうん、右に展開したりスルーパス出したりみたいな、うん、シーンが増えていったんでね、うん、まあとどめはやっぱこのね塩選手がね、はい、途中から出てきて、うんうん、そうですね、塩として、うん、やっぱあのゴールシーンでもみんなやっぱ塩、本間塩選手ウォッチャーになっちゃったね、うんうんうん、高木選手が来ましたね。そうですね、まあ、あの高木選手のあそこで打つっていう、はい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 、ところもいいんですけど、うん、でまあ、キーパーちょっとはじいちゃったんだけどね、あれね。まあ、ね、そうでしたね。なんですけど、もう全然ね、あの理屈とかそういうことじゃないんだけど、もう本当あのみんなの気持ちが乗ってあのキーパーの手をはじいたっていう。そういうことですよ。うん、それですよ。それ。それ。それ。だからボールは気持ちの強い方に転がるってそれの時間とか言ってましたから。うん、ゴールシーン。まあね、実はその前にね、この疑惑のね、この。これね。この藤原選手がね、ペナルティエリアで倒されてね、うん、笛を吹かれなかったわけですけどね。あ、そうですよ、ちょっとね、うん、もう藤原選手もすごく悔しがってましたけど、あれどういう判定で PK にならなかったんですか。あれもね、僕この辺で見てたんですけどね、こっから、はい、うん、あ、倒されたなと思ったんですけど、なんか勢い余って藤原宗也選手の方が倒れちゃったのかなっていうふうにも見えて、この位置からだと、リアルタイムで。なるほどなるほど。で、あれ映像で見てみると、まあ、まあ明らかにね、あれちょっと松田天馬選手がちょっとまあなんか押してるような、まあ手は出てましたね、うんうんうん、映像で見ると分かるんだけど、うん、現地で見てると一瞬まあなんかちょっとどっちか分かんないような。なるほど。じゃあレフリーにはそう見えた。うん、だから、あれはある種ちょっと松田天馬選手は一枚上手で、あのちょっとファールに見えない倒し方というのか、なるほど、
ね、あの手も本当ちょっとこう背中のこう本当内側にこう隠すような感じにしてねはいはいはい、まあ、あなるほど。で映像で見ればちょっとなんか押してるような風にも見えるんだけども、うん、なんかあれもちょっと一枚上手だったかなっていう松田テーマ選手がね。なるほど。いやあれね、動き出しが良かっただけでね、だけにね、藤原選手の、うん、そうですね、完全に裏取ってさ、いやー確かに、うん、まあ副審もねこの辺で見てるはずなんだけど、うん、多分僕その逆サイドから見ててちょっとその押したかどうかっていうところまではね、うん、分かんなかったですね、うん、この真横から俺見てたんですけど。なるほどなるほど、うん、そういう重さもあるんですね、うん、まあ、あれで明らかにでもこの新潟の選手もさらに火がついたっていうのはもう明らかです、ね、確かに確かに、うん、まあ、あれあそこからもうかなりもう試合なんていうのかね、うん、激しくなってたっていうか、うん、確かにな。ここでまあもらえなかったですけど、じゃあもう自分たちで取ってやろうぐらいの気合が見えましたよね。確かに、ね、監督はいつしか言ってたね、障壁を乗り越えてっていうね、うん、まあ、これで順位が、まあ、琉球がね、引き分けて、はい、まあ、3位は守ったということでね、はい、岩田が山形に負けて、そう、うん、首位転落と、まあ、実質首位との勝ち点差は、まあ、縮まったっていう、そうですね、ことになりましたね。首位との差も縮まったし、下との差も縮まってきてるんだよね、これね。あ、そういうことか。本当だ、山形はすごい驚異的なスピードで来てます ね。山形は甲府もそうだね、うんうん、確かにな。そうなんですよ、若干混戦模様になってきてるから、ね、うん、ちょっとね、序盤というか前半はなんとなくこの4強って感じがしたけどね、うん、そうでもなくなってきたよね、この長崎あたりまでね、確かに全然可能性あるもんね。まあ、なんといってもあとね、この高木選手10ゴール11アシスト、ついに2桁2桁ですよ。2桁2桁にいっちゃったっていうね、すごい。なんすかこれ、なんかアルビで言うとマルクス以来らしいですね。へえ、そうですね、この2桁2桁アシストも得点ランクも2桁に乗せてる、うん、確かにマルクスだわ。マルクスだ。それこそ昇格した2003年の2003年ですね。マルクスはね、当時30点くらい決めたの、うん、え、そう、得点30いくつのアシスト11とか12とか、まあこう新潟のレジェンドですね、うん、マルクスは、うん、30も決めた。まあでもこれもインギリスね、昇格した年の記録にまた並んだというか、うんうんうん、そうです ね。ということはっていう、また、うん、データですね。まあ、今後の日程確認しますと、まあね、柔軟期間入って、はいはいはい、そうですね、8月の1日にね、なんか練習試合もあるみたいなね。ほう、なんかビッグスワンでなんかイベントみたいなのがその日あって、練習試合もやりますというふうに書かれてたんでね。なるほど、どこでやるんでしょう。で、どこでやるのか、トップチーム練習試合って書いてましたからね。ほう、で、天皇杯。天皇杯、セレッソ。セレッソ、うん、ほんま面白いですよね。そうですね、なんて言ってもね、去年新潟にいた、ね、中島選手、はいはいはい、ね、新井選手がいますからね。まあ、さらに言えば高木選手のお兄さんもいますからね。ああ、そっか。新井選手が。前回セレッソがね、天皇杯自分のとこで YouTube でライブ配信してて、あ、へえ、じゃあ見られる可能性も、またちょっとやってくれないかなと思ってるんですけどね。ぜひ見たいです。お願いします。お願いします。お願いします。セレッソ大阪でお願いしたい。ぜひともお願いしたい。はい、そして中断明け一発目が大宮戦ということでね。いやー、一発目が大宮か。まあなんといっても今日ですけどね、ちょっともういきなりトピックとかからいきますけど、はい、あの J1 徳島から元新潟の川瀬選手を獲得するんじゃないかという、もう獲得へという記事になってましたけど、ね、あ、本当ですか。あら、ちょっとビッグニュースがね、結構、アルビ川田選手にやられてるとこなかったですか。そうですね、去年も去年もそうですね、ホームで1点決められました、ね、そうでしたよ ね、 そ、 うでしたね。その1点で負けたっていうね、そうそうそう、徳島。まあだからこれちょっと、もしね、加入したらいきなりそのデビュー戦が新潟戦っていうね、これもまたちょっと運命的というのかなというのか、因縁というのかね。確かに、この試合だけの恩返し談はやめていただいて。恩返しは十分。もうね、いろいろいただいたんで。もう大丈夫。もう大丈夫だから。いや、もう素晴らしい選手だっていうのはもうね、分かったので、身をもってあるよ。
そうですね、大宮もあのトップスコアラーが4点っていうね、ちょっとまあ決定力、ゴールの数っていうのがねちょっと少ないので、うん、なのでちょっとねこの前線にちょっとこの軸となる選手がいないので、うん、まあ うん、そういう意味でこの川田選手ね、なるほどね、まあ新潟でも2桁いったのかな、あれ行ってないかな、2桁は行ってないかな、でもそでも9点ぐらい取ったの、うん、なんか結構取ってた印象がありましたね、点取りましたね、はい、まあ、徳島でもね結構点取ってましたからね、チームもね、まあ、チーム人件費4位ですからね、4位で21位っていうちょっとね、うん、まあ、クラブとしては、うん、クラブとしてもこれはきついところですよね、うん、前回対戦した時20位でしたから降格圏内をね抜け出せずにいるという状況ですね、直近の10試合見てもあんまり勝ちきれない試合が、そうですね、1勝5分け4敗、うん、まあ、監督もね、この下田監督に変わりましたね、まあ、スタイルもね、ポゼッションをベースに、うん、いわゆるポジショナルプレーっていうかね、山口でもそんなようなスタイルでやってたんで、まあ、大宮でも多分というか、あ、まあ、ざっと見たところ、うんうん、そのようなスタイルなんで、ポゼッションベースに、うん、攻めていくっていうのね、なるほど、うん、まあ、ただ攻守に軸となる選手を今は変えていって、そうですね、まあ、うん、ということか、中断期間明けはぜひ勝ち点3でいい形でスタートしたい、そうですね、まあホームですね、そうですね、確かに、まあ、あと監督が後半戦のポイントとして挙げているその前半戦の戦績を上回るっていう意味では、うん、まあ、前回大宮勝ってますからね、うんうんうん、それだからもう勝ち以外は許されないというかね、そうですね、今のところあの上回ってきてますからね、栃木に勝って、うんうん、まあ、京都もね引き分けましたけど前回負けてますんで、はいはいはい、そういう意味では上回ったと、なるほど、なるほど、ただ前節大宮は琉球とやって、はいはい、2-2で引き分けてるんですよね、うん、ほう、琉球か、そうなんですよ、まあ、琉球もちょっとね今怪我人を多く抱えてるっていうところで、まあ、本来の力はね 100% ではなかったとはいえ、とはいえそうですね、まあ、一応 2-2 の引き分けに持ち込んでるっていうところでね、なるほど、まあ、大宮もね、非常に質の高い本来はね選手たちが揃ってるチームなんで、うん、こんだけね、チーム人権4位のチーム、ね、そうですよね、本当本当本当そうですよ、まあ、だから、まあ、決して侮れないというかね、うん、はいはいはい、じゃあ大石 MVP 言っておきます、寝ました、おー MVP、 そうですね、そうですね、まあみんなの MVP はね、まあ高木選手という、まあまあまあそうですよ ね、 あね、高木選手、本間選手で2試合連続ゴールですね、でも千葉選手のね契約のプレーめちゃくちゃかっこよかった、ね、かっこよかった、すっげえかっこよかった、あの気合入ったところで、ね、スライディングでね、ピンチ防いだりね、防いだりね、すごかった、だからやっぱこの試合への気持ちっていうのはやっぱ本当みんな強いなっていうのは感じたんで、すごく選びづらいところはありますけど、じゃあ、 あのこの試合は感動の死闘だったじゃないですか、はい、そうですね、そこからじゃ あ、 あの引っ張ってきての OMVP、うん、ということで今回は一番僕がうるっときた感動したシーンをチョイスさせていただきます、お OMVP は本間真嗣選手で、はい、お願いします、そうですね、泣いたね泣いたもう本当にそう、あ、足を痛めながらも最後までピッチに立ちましたし、うん、最後のフリーキックも、うん、もう絶対シオン選手も俺が蹴るんだぞっていう足痛めてたにもかかわらず、うん、あの気合も見られましたし、この試合はもうあのシーンが一番感動したということで、うん、シオン選手が OMVP になりました、させていただきます、うん、アシストね、アシストしたのシオン選手、あと、ね、高木選手が決めてるゴールのうち、うん、一番アシストしてるのが本間シオン選手らしいですからね、へえ、やっぱこの2人のコンビネーションが、そうですね、いいんですね、やっぱりやっぱ今後昇格する、まあちょっとね2試合連続ベンチスタートっていうのは、ね、はいはいはい、これはちょっと今シーズン初めてなんですけどね、いやでも今後ね、はい、間違いなくこれシオン選手
の力にもかかってますからね、はい、間違いないですよ。昇格戦線勝ち抜くっていう、はい、うん、まあまあこの2人の活躍なくしては、ね、厳しいですから、うん、もう一層ぜひ頑張ってもらいたいというじゃ思いも込めて、うん、OMVP は真島選手、うん、ナイスプレー、ナイスプレー、はい、じゃあということで、はい、ということで、はいはい、南部 D と遥さんはいませんでしたが、はいはい、ここまで京都戦解説していきました。ぜひまた見ていただければなと思います、はい、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた集団明けで。